再び参ります。桜大戦2伝英準備号。こんにちは、新宮寺さくらです。桜大戦2の発売を目前に控え、桜大戦2の魅力をいち早く皆さんにお届けします。時は大正14年、帝都に襲いかかる新たな敵の前に帝国歌劇団花組が再び立ち上がります。今回の桜大戦2では、私たちの出撃シーンを飾るアニメーションムービーや CG ムービーがさらに強力に生まれ変わったんです。それではそのパワーアップした出撃シーンの一部を早速ご覧いただきましょう。そして今回から新たな仲間が加わります。高貴で優雅な彼女はソレッタ織姫。イタリアの名門貴族の出身で演劇界の大スター。そしてもう一人はドイツからやってきた天才レニ・ミルヒシュトラーセ。冷静沈着で常に的確な行動をとるレニは、感情をめったに表さないちょっと謎めいた人物です。この二人がどんな活躍を見せるのかお楽しみに。どうだ、お前も一杯やらんか。私たち花組の隊長大神さん、みんな大神さんのことを頼りにしてるんです。また大活躍期待していますね。待て、目覚めよ。そしてこれが私たちの新たな敵、国旗会。帝都の平和を脅かす彼らの目的とは。貴様は鬼よ。ゲームシステムは、さまざまなイベントや私たち隊員との会話がメインとなるアドベンチャーパートと、新たなる敵国旗会とのバトルを繰り広げる戦闘パートの2部構成。この桜大戦でおなじみのシステムに新システムを追加しました。戦闘パートではバトルシーンのビジュアルがさらにパワーアップしています。新メンバーを加えた帝国歌劇団花組、さらにパワーアップしたビジュアル、そしてますます充実したゲームシステム。私たち帝国歌劇団花組とあなたの分身大神少尉が織りなすロマンあふれる物語を壮大なスケールでお届けする桜大戦2。桜の季節にいよいよ登場します。お楽しみに。対戦2、君死にたまうことなかれ。すべてはここから始まった。花の帝都を舞台に裏若き乙女たちが悪に立ち向かう。ドラマチックアドベンチャー桜大戦。大正時代の新聞形式で綴られる音と映像のファンクラブ通信、帝国歌劇団の魅力がぎっしり。桜大戦花組通信。花
花組メンバーがシンデレラ役をかけてコラムスで対決。主役の座は渡しません。花組対戦コラムス。花組メンバーがラジオの司会に初挑戦。ミニゲームも楽しめる桜大戦蒸気ラジオショー。